馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社メイ転換、木之内健さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。木之内さんはまだサービスを始めて半年ほどだそうですね。もともとベンチャーリンクご出身だということもあって、ね、はい、現在は有名飲食店と飲食店オーナーをマッチングさせるサービスを展開されていますね、はい、創業はどんな思いだったんでしょうか。はい、我々の事業は厨房設備の整った飲食店が一定の方法で有名店の料理を調理し、 Uber Eats などを通じて消費者にフードデリバリーを行います。 Uber Eats、出前館などのデリバリーのインフラが急速に整い、そのインフラ上で有名店のお店を出店できるというビジネスが確立できるという確信を持ちました。一つの厨房で何店舗も、つまり有名店とコラボしたゴーストレストラン事業の展開を加速できる環境におります。これによって既存の飲食店オーナーは自身の厨房設備を生かして新規ビジネスをスタートすることができます。一方で有名店はブランド力向上と PB 商品の卸で収益を上げることができます。お客様は移動せずに美味しい有名店の味をご自宅で食べることができる、そんな三方よしのビジネスと思い創業を決意いたしました。また自身の、旅行して食べ歩きをするという、まあ趣味が食べることと旅行というところで、まあ、それで世界中駆け回って、それで美味しいものを、届けて日本中に広げていきたいっていう、まあ、そういうライフプランにも沿っているということで、起業しております。はいはい、坂本さんいかがでしょうか。はい、ベンチャーリンクと言いますと、まあ、結構その、まあ、フードサービス業界のフランチャイズですね、まあ、牛角さんとかも多分そうだと思うんですけど、まあね、まあ、結構そこの部分のサポートというか、まあ、店舗広げる、まあ、力あった会社だと思うんですけど、まあ、そちらでどのようなご経験をされたんでしょうかということをお伺いしたいと思います。そうですね、はい、ベンチャーリンクに入る前に私は理系の大学に出てまして、うん、それで、2000年に、旧株式会社佐藤っていう、バーコードのリーダーとか、ね、やってましたね、はいはい、プリンターの営業する仕事を、はい、まあ、4年ぐらいしておりまして、ただやっぱ見積もりとかがかなり細かいので、うん、まあ、ちょっと自身にはこう合わなかったっていうのと、まめな性格じゃなかったということで、まあ、その2004年にやっぱりこう社長になりたいっていうところで起業家輩出機関っていうのを歌っているベンチャーリンクに、まあ佐藤から新しく会社を作るっていうのはちょっとイメージ湧かなかったので、まあその経営者と関われるベンチャーリンクという会社に入って、まあ名古屋大阪四国をメインとして200店舗のお店の立ち上げを行っております。でその後2008年に株式会社ファイブディメンションズを設立し、300店舗の飲食店をプロデュースし、フランチャイズ事業に立ち上げて今に至っているという、そういうような経歴です。ね、とても面白いお話を聞いていたんですが、です、ね、ここでラジオタイム終了となりますので、はい、一言も喋ってなかった。すいません、延長配信でよろしくお願いします。延長配信でいつも一言も喋らせていただけるラジオタイムでは早いですね。たくさん質問をあっという間で、久々さんの質問ね、濃いからね消化できねえんだよ。この続きはこの後の YouTube 限定配信で伺っていきたいと思います。突っ込むような話は延長配信で、はい、お願いします。お手柔らかにお願いします。来週のベンチャー企業はライバー株式会社宇原凛香さんが登場します。お楽しみに。では引き続き馬淵さん、木之内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉崎さんはこのビジネスご覧になってどうでしょうか。このビジネスですか。僕も質問しようと思ってます。ぜひぜひ質問。まずこのビジネス、はい、このビジネスまだビジネス細かく聞いてませんもんね。細かくよろしくお願いします。細かく聞こうかなというような感じですが、はい、その前に、はい、ベンチャーリンクさんの話がいくつか出てましたけど、はい、最近ベンチャーリンクってあれ今どうなってたんでしたっけ。まあ本当
ね、あのまあ、お恥ずかしいというか、まあ、僕はよく話じゃないんですけど、はい、ちょっと多角化しすぎて、はいはいはい、それでもう今あの会社がこう解体されてるという、まあ、ただそのカーブスだったりとか、はいはい、そういったものも、ね、カーブス生き残っている、はい、そういうのはあの腰高ホールですか、はいはい、買ったりだとかして、はい、まあ、まあ、チリチリになったっていうような、うん、そういうのですね。結構ね、ベンチャーリンク出身の方々が、はい、あの会社を上場させたりとかね、そうですね、はい、まあ、いろんな人がいて、はい、はい、もともと旧 LCA のあれですよね。あ、そうですね、人気ですよね。そうですね、はい、うん、まあ、それが言いたかっただけなんですけどね。そのLCA というとディプスですよね。そうですね、よくご存知ですね。営業研修、営業のね、はい、行動管理を手帳でしろみたいなこと。久しぶりに聞いたな。久しぶりに聞きましたね。はい、ベンチャーリンクって久々にベンチャーリンク出身の方って、ね、結構いらっしゃるけど、はい、久々に差しでお会いしたなと思ったんで。あ、本当ですか。はい、まあ、その中でちょっともうちょっと事業あの どういうことをしてるかってもうちょっと教えてほしいなと思うんですけど、はいはい、そうですね、まあ、その今まではあのフランチャイズっていうので、うん、まあ、あの、うん、新しくお店作るとなると、まあ、僕も飲食店、まあ、あの5、6店舗やってきまして、うん、まあ、何店舗か閉店してるんですけど、あのお金かかるんですよね、うん、その初期投資 でやっぱ内装だったりとか1500万2000万ぐらいかけて、でお店やってみて赤字っていうことが結構あるんですよ。そうするとなんか、うん、あの泣き面に恥じゃないんですけど、うん、もうその初期投資かかってさらに赤字になる。で、まあ、僕もフランチャイズをこう広げていくとか、あの5ディメンションズでそういうこともこうしていったんですけど、必ずしもこう全員成功するわけじゃなくて、失敗してしまう方がいるとやっぱこう心が痛むんで、まあ、ちょっとそれであの FC をちょっと広げるっていうのを一回ちょっとやめてたんですよ。ただそのまあ、ただ今回そのウーバーと出前館が、うん、あの急速にインフラが整ったことによって、うんうん、その既存の売れてない飲食店に、うん、そのフランチャイズっていうよりも、うん、そこの厨房で、有名店の味を、うん、あの再現できてビジネスが生まれるっていう、そういう、まあ、コロナ禍で そのビジネスが出来上がってきてるって、うん、でそこで、まあ、僕が持っている発掘力をプラスして、あの新規出店でお金をかけることなく、既存の売れてない飲食店さんの救済モデルとしてそこにこう有名店の味をこう落としていくと。ただそのいきなり有名店の味を落とすってどういうことなのってところもあると思うんですけど、例えばそこの PB プライベートブランド、要はその今までやったらその肉をこう焼いて味付けしてっていうよりも、それを、もうパックにして湯煎で温めてもできるようにするとか、うん、そういったところをそのうち その提携工場とか、うん、あの自分ら そのお店でそこまでこう加工して簡単にできるようにして、夢っていうのは再現できるようにして、うん、その居酒屋さんとか、うん、まあ、あと、まあ、今カラオケ の食堂とか、まあ、カラオケ の既存厨房設備とか、うん、そういうところに入れたりとかしていくっていう、うん、そういうモデルが生まれたっていうことになります。基本的にその、まあ、当時のベンチャーリンクなんかそうだけど、はい、まあ、あるイケてるお店がありましたと、はい、そこに声をかけ、あるイケてるサービスやってるところがありました、そこに声をかけたりとか、あるいは海外から持ってきたりとかして、うん、それをマニュアルを作ったりとか、はい、ビジネスモデルを、標準化あるいは平準化できるようなスタイルに変えて、うん、はい、それを、やりたい方は手を挙げていただいて、うんうん、募って、うん、まあ、あの日本各津々浦々までやるかどうか分からないけれども、はい、ある一定のエリアをこう枠を区切ってこのエリアという形で展開していくというようなモデルじゃないですか、はいはい、で今回のやつはだからそういう意味では、その元々 このやっているところにこのビジネススタイルを入れませんかっていうような風に持っていくってことですか。そうですね、はい、でその時によく僕はあの FC の逆にいろんな会社さん、まあ、FC のアドバイザーも結構しましたけど、はい、行ったところがうまくいかないパターンって結構やっぱあるじゃないですか、はいはい、その時に、この手の FC のやつって商品力だとかあるいはある程度マーケティング力とかブランド力、マーケティングに付随するブランド力みたいなところはセットで提供するんだけど、はい、それ以外のマネジメントのとことか、はい、まあ、当然スーパーバイザーとかが定期的に訪問なされてアドバイスをしたりとかするんだけど、うんうん、一方でうまくいってない、もともとうまくいってない経営者の方々やあるいは傾いてきた方々に行くわけなんで、うん、彼らに対して一からこう鍛え直すみたいなところがどうしても必要じゃないかなと思うんですけど、うん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 、その辺今回のやつってどうされてるんですか。そうです、
今回の例えばその居酒屋さんで、うん、その厨房を使ってするのはあくまでこのイートイン上のお店を使うんではなくて、うん、ゴーストレストランなので、うん、あのデリバリー上のお店を誕生させるっていう。おお、そういうことか、そういうことか。そうなんですよ。はいはいはい、はい、なので今みたいなところがないわけだ。そうですね、はい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 、なんでもう本当デリバリーのウーバーでこう急にポコってこう、うん、有名店のブランドが出ていくっていう、うん、そういうような考えになりますね。なるほどなるほど、はい、そういうことですね。なのでその、まあ、ユニフォームを変えたりとかする必要もないですし、うん、今の居酒屋さんはそのブランドのまま厨房であのビジネスを立ち上げていくっていう、うん、そういうような形で。なるほど、はい、そういう意味じゃ現代っぽい FC ですね。まあ現代っぽいですね。現代っぽいですよね。そうですね、ウーバーと出前館が、はい、あのインフラが整ったのでできる話な、ね。なるほどなるほど、はい、あ、よくわかりました、よくわかりました、はい、はい、あの例えばこうウーバーで今あの急にいきなりこう厨房施設が整ってないようなゴーストレストランとか問題になってますけど、そういったゴーストレストランとは全然違う立場ってことですよね、はい、そうですね、うん、そのもともとちゃんとあるっていう、まあ、そうなんですよ、うん、勝手にブランドを作るとよくあるんですよ。中華料理屋さんがいきなりこう、うん、あの焼肉のお店をウーバー上で作っちゃうんですけど、うんうん、その焼肉のお店は何も存在してないんですよ、うん、はいはい。そうするとそこの消費者としては何も存在してないところで買わなきゃいけないっていうところで、うん、まあ、今問題になってるんですけど、はいはい、まあ、僕らはその有名店のネームがお借りさせてもらってそれをこうあのブランドをやってもらうので、うんうん、まあ、そこはまたちょっと違うと言いますか。そうですね、はい、じゃあウーバーでその有名な焼肉屋さんのお弁当とかを頼んだら、うん、はい、もしかしてそこで作ってないっていうこともあるってことですね。いや、あのそれは居酒屋さんの近くの厨房で作ってるので、僕らの、あ、その焼肉屋さんで作ってない可能性もある。あ、そうですね、はい、そうなんですね。それ今結構、ね、よくある、うん、主流なんだ。そうなんですよ、ちょっとまた難しいモデルなので、うん、ちょっと理解しにくいと思うんですけど、あ、でも、うん、あの多分その辺丁寧にあのご説明いただいたのでなんとなく仕組みが分かりましたけど、パッと聞くだけじゃなかなか分かりにくいですよね。そうなんですよ、ちょっとさっきの台本だと分かりにくいかと。消費者だと視点がないとこなのになんで届くんだと思う人がいるってことじゃないですか。ゴースラン自体があまりまだ認識がない方が多いので、それの FC だからね。そうなんですよ、もう一応そうなんですよ、複雑なビジネスモデルになってるからね。そうなんですよ、2ステップ入ってるので普通にパッて言っても頭がついていかない。すごいですね、だ東京にしかない焼肉屋さんでも地方でも食べられる。そうそうそう、あれなんでウーバーに入ってるんだろうって。そうです、それがまた焼肉屋じゃなくてラーメン屋で、はいはい、その焼肉の味が再現して、うん、この消費者に届けるっていう、うん、そう、たまにツイッターで画像が上がってるゴーストレストランの入り口があって、ここの店名が20店ぐらいからだって、ここうちですって書いてあるっていう、ウーバーの人用にそうですね、そういうビジネスを結構されてる方もいますよね。そうですね、うん、そういうの一線を貸して気してるわけですよね。うん、そうですね、うん、ですよね、ですよね。これってフランチャイズフィーというかそのマネタイズってどういう形になるんですかね。どっちかというと御社側は、はい、はい、そうですね、これがまた複雑なんですけど、あのオリジナルの会社さんは、うん、あの食材を売っていく、はいはい、食材ビジネスですね、はい、うん、で、食材を買って、うん、で僕らは、うん、そこのブランドの、うん、納品をして、うん、で製造をお願いするっていう形なんですよ。製造を委託するっていう。レストランなんていうか、その居酒屋なら居酒屋さんに。そうです。はいはいはい、で売り上げを僕らがいただいて、はい、うん、まあ、そのパーセンテージを、あの弾いて、はい、それをそのお返しするっていう、そういう形ですね。で、あとはその、うん、最初の部分は、はい、あの製造をお願いするので、うん、基本的には無料で。ははマッチングさせてもらって、うん、多分その事務手数料っていう形で、そのウーバー上のあのこっち移行依頼されるんであればそれが10万、うん、でもしそのエリアを抑えるっていう、うん、先ほどのあのエリアをもう抑えるっていうことでしたら、うん、30万で1エリアをこう抑えていく、うん、ただ、うん、例えばそのうどんをやったとして、はい、売れなかったとしたら、うん、その30万でそれを入れ替えができるんですよ、うん、ブランドの入れ替えができるんです。なるほど。なんで極端に言うとその冬強い業態をやって、はい、冬はやって夏はまたブランド変えてその1枠でやると、はい、そしてエリアを抑えられるので、はい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 、もう抑えなくてもいいんですけど、うんうん、抑えない場合はもう隣でできたらそっちはやめてくださいって。あ、それだからさっきのベンチャーリングとかでそういうことをしてきたから、その、はい、その FC に加盟する方々の声を聞けてたから、うん、まあそうですねだからそれをうまくかわすって言い方おかしいかな、うん、はい、それをうまく改善できるようなモデルになってるってことだ ね、はい、だね、まあそうです ね、はい、これ今後展開どうしていくんですか。展開ですか、はい、はい、
まずちょっといろいろやりたいっていう方は僕らの知り合いでも結構いますし、うん、で今半年間で3店舗、藤沢と日本橋と江ノ島で店舗を作ったんですよ、うん、実店舗今持っていて、はい、そのうちの日本橋と江ノ島は70席ぐらいあるレストランなんですよね、うん、なのでそこのレストランのイートインはそのゴーストのブランドを1個そこに合うのも入れて厨房でいろいろスタ丼やったりとか、うん、本当唐揚げの餃子やったりとかハワイアン唐揚げでやったりとかスープの餃子入れたりとかしている、はいはい、っていうようなやり方でローカルエリアと東京エリアで2つで検証してでそれがうまくいったところをどんどんこう広げていく、うん、で今ちょっとその今半年で3店舗して12ブランドと提携したので、うん、まずはそれを知り合いのところから落としていきながら、うん、でこれがこうもう僕ら の, その整備、うん、営業の整備 の, 部隊も組織も合わせて作っていかなければいけないので、うん、それで、まあ、あとはそういう外部のところ、まあ、優先さんとかビール会社さんとか、うん、ネットワーク持ってるところと組んで一気にちょっと広げていきたいっていう思ってます。それが12個って言いましたか、12、はい、12ブランド、はい、12ブランド、はい、それってどうやって開拓していったの。それはもう僕がやっぱ長いので、うん、まあ、知り合いの社長とか Facebook とかでつながってるところとかでもう網羅していくっていうのと、あとはそのこれはやっぱ信用が必要なので、うん、まあ、実は私フランチャイズ広げてる会社していて、フランチャイズをやってる会社とセットで一緒になったら説得力増すなと思って、うんうん、共同出資で100店舗やってフランチャイズをやっている方と共同出資してるんですよ、うん、それフランチャイ G の G です、ね、G の方の G です、ね、を100個やってる人。ああ、なるほど、はい、すごい。あ、その、はい、あ、でも地方の人ってこと。いや、東京の方。東京なんですか。でも全国でもうやっていて、でそこはFCC の会っていう、うんうん、フランチャイズをこうたくさんやってる人を集めた会のその人は理事をやってるので、うんうん、日本中にそのフランチャイズやってるオーナーさんと、うん、もうネットワークがある、うん、でそこの理事と共同出資なんで、うん、まあ、日本中 の, まあ、みんな飲食やってる方とかいろんなネットワークあるんで、うんうん、そこからこう入ってくるっていうのと、うんうんうん、あとはもう僕自体が結構いろんなとこ行って食べ歩きしてるので入ってくるっていうこの2点です。なるほど、はい、なるほど ね, ですね。コロナでデリバリー活況ですが、はい、アフターコロナになった時にも何か考えてらっしゃるんですか、はい、そうですね、そのデリバリーの展開っていうのと、あとはそのビジネスマッチングで、まあ、本当エリアの地場で多店舗やって飲食やっている方にブランドをマッチングしていくっていう、フランチャイズだとやっぱり異業種から入るとやっぱ飲食業っていうのが分からないので失敗する確率っていうのは結構上がるんですけど、もう飲食やってる方は大体こう組織も持たれてますし、やり方が分かってるので、そこでブランドオーナーとつなげるっていう、そういう名店館がデリバリーなんですけど、名店っていうプラットフォームを立ち上げて、それでその飲食店の同士のマッチングをしていくっていうのを思います。で今長野の諏訪でハルピンラーメンっていう実名一応誰なんですけど、雷蔵っていうその信州味噌とあと4年間焦がし寝かした、ニンニク醤油をこうラーメンに垂らすんですけど、めちゃめちゃこれが美味しくて、でまあないんですよ、その味噌ラーメン、これやっぱ北海道ってダメなんですけど、その信州でそのニンニク味噌と醤油と味噌を組み合わせる、そういうのもなくて、それを今僕らで1店舗神奈川で出して、でそれで周りに一気にこう飲食オーナーにこうマッチングしていって全国展開したいっていうのも、やっぱ片方で店舗型っていうのは結構やっぱそうは言いながら得意なので、まあそれを捨てるっていうわけではなくて、それも両軸で2つのこう基軸で進めていくっていう。木野さんの話聞いてたら、いい意味で欲張り感があっていいよね。いや、まあなんか人生1回なんで頑張りきろうかなみたいな。大体もうこの分野俺はもう大体分かってるから、いろんなことやってみようやっていう感じですよね。そうですね、はい、まあ頑張っていきたいなと。いいっすね、いいっすね、応援よろしくお願いします。はい、で今後の事業展開として海外も視野に入ってるんですよね。そうですね、やっぱ海外の僕ハワイのガーリックシュリンプを日本に7年前に初めて持ってきて、その横浜のワールドポータースでイオン村を作って、あれさ、ハワイここ車でノースショーとかさ、向こうのブーとか行ってると、はい、なんか
ワゴン車、ワゴン車っていうのは軽トラみたいなやつ売ってますよね、はいはい、そうですね、はい、あれみたいな、そうですね、あれを、まあ、あのね、その家族で旅行してる時に、はい、あのちょっとこれ日本でやらせてよみたいな話をして、うん、まあみんなこう大手の人もやらせてくれって言ったんですけど、うんうん、はいはい、まあ僕ちょっとある特殊なやり方であの契約がまとまったんですよね、まあ、それはちょっと特殊すぎて言うと本当惹かれちゃうんで、それはちょっと、まあ結構初対面が強いんですよ僕は、結構パッてこう話持ってきるので、まあそれを言うのがこうあったので海外のブランドを持ってくるっていうことと、あとラーメンやってた時中国も何店舗かこうプロデュースしていたりとかしてたことがあるので、まあいろいろその海外っていうのはこうやってたことなのでやっていきたいなと思ってます。やっぱり欲張りだね。そうですね、まあ、欲張りなのかも、一人っ子ですから、まあ、いや面白いですね、もうとにかくありとあらゆることやってみようと、はい、はい、面白いですね、はい、木之内さんの話聞いてたらお腹が空いてきましたね、ラーメンに焼肉にいろいろな、まあ、時間も時間だし、本当木之内さん の, その商談力というか、ね、発掘力を生かして今後の事業展開楽しみ で,、はい、でね、あのお弁当届けますので行ってください、ありがとうございます、有名店の味を届けられます、あのサイトがなんかあるんですね、サイトもありますね、あ、そうなんですね、はい、わかりました、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日は株式会社名店館木之内健さんにお話を伺いました。はい、それでは YouTube タイムこれで終了となります。はい、それではさようなら。さようなら。